東北大学青葉山新キャンパス内に整備中のナノテラスです。コンクリートの後ろ側に円形の加速器があります。ここでほぼ高速に加速した電子をぐるぐると回しています。そこから今日初めて放射光を取り出します。ファーストビームを記念し、今日は関係者による式典が行われました。研究開発機構の代表らが専用のタブレットを使って電子を蓄積する円型加速器から放射光を2つのビームラインへ導入しました。無事にファーストビームを終えることができて大変喜んでおります。それぞれのビームラインでそれを最適化してそれぞれの目的に合った使い方がきちんとできるように整備していく。来年4月の運用開始を目指すナノテラス。太陽光の10億倍明るい光を使い物質を原子レベルまで観察できる巨大な顕微鏡として医療や化粧品、自動車など様々な分野での活用が期待されています。施設では今後ビームラインの先にある実験装置に光を導く調整や光の輝度を上げる作業を行うということです。